イブ。まさか。だってあれは。そう。それで何も起こらなかったのです。そうですか。どちらにしろイブは目覚めさせられてしまうのですね。私はずっとあれを ADD の開発に使ってお金儲けをしたり、その権利を政治的に利用することに反対していました。でも私の手にメモリーが渡るのなら、そうしたら私は自分の手で彼女を目覚めさせて、そしてメモリーをもとに ADD を作ります。そしてそれを世界に解放します。それで助かる人々がたくさんいるのでしたら、彼女イブもそう悲しまないかもしれない。ええ、イブを明日の朝誰にも見つからず移動させることができれば、王宮では見つかる危険が多すぎますから、明日落ち合う場所を決めましょう。私がイブをそこまで運びます。なあ、一つ聞きたいんだけど、この計画が途中で見つかったらあなたは一体どうなるんだ？私ですか？ああ、女王が国に関することで単独行動をしようとしたことが分かったら。平和利用するつもりだったと説明しても無駄でしょうね。私は過激な民族主義を唱えるバスキーア派のロメオス大司教が国政を自由にしてしまうことの、いわばストッパーの役目を今果たしているのです。私を邪魔に思っている方々も多いから、きっと国家反逆罪ということで裁かれるのでしょう。今やエルディアの大切な資源であるイブを独り占めにしようとしたと。さあ、明日落ち合う場所を決めましょう。町の外れのエニアという村に小さな教会があるのです。バスキーア派ではありませんから、小さくて寂れているけれど、そこなら目立たないわ。今夜中に手配します。では誰かに見つからないうちに帰りますわ。プリン。
でしょう。私は昔、ほんの数日間だけ、ブリンという名前のただの女の子だったことがあるんです。ええ、小次郎とはその時に出会いました。今でもひどく疲れている日や眠れない夜に、一人でこっそりプリンに戻っていろんなところに出かけることがあるんです。もちろん空想の中でのことですけれど、では明日必ずメモリーを持ってきてくださいね。すんげー可愛い人だったね。驚いた。そうだな。そうだな。あとはもうやることないだろう。明日になるのを待つだけ。何？さっきって？ああ、あれ？忘れた。大したことじゃないよ。だからさ、俺ってそんなに頼りない？って言おうとしたんだよ。なあ、京子。もう誰もいないんだぞ。ああ、あの京子のやり手の先輩も、パスポート作ってくれたお姉さんも、俺たちを助けてくれた人たちはみんな日本だよ。ここには京子、俺しかいない。だったらもっと頼りにしたっていいじゃないか。俺、子供か？だからって、誰のことも信じなかったら、どこへも行けるわけないだろう。心配しなくたって、
あの健丈みたいな男はそうめったにいるわけじゃない。そんなに怖がるなよ。もう寝ようぜ。来たか。ここここ。おはよう。朝は新聞配達してたから、俺。すげえ寝相だったぜ、京子。両手こんなに開いて、一人でベッド占領してた。あのな、京子だって俺を床に蹴り落としたろ？まさか、俺は落ちないよ。落ちてない。おはよう。話し声が聞こえたからもう起きたのかなと思って。
朝ごはん食べに行かないかって言ってるけど、じゃあそう伝えてくるわね。おい京子、日本を出る前にさ、パスポート作ってくれたお姉さん覚えてる？メールが来てる。あのパスポートで無事に入国できたかって心配してくれてるぞ。それから、爆発後の水族館から望月所長のものらしい死体が発見されたって。俺たちのことはまだ国内にいると思われて、あちこち捜索されてるって。面白いことが書いてあるぜ。望月生物学研究所のデータにロックを外して侵入してみたって書いてある。どういう意味だよ。ああ、そのデータを見てたら急に画面に変な文字が現れたって。それからブザーが鳴って切れちゃったって書いてある。さあ、俺にも分かんないよ。返信しなきゃな。当たり前だろ、受信できたんだから。パスポートありがとう、無事に入国して今エルディアですと。俺も京子も元気です。起きたら京子に蹴り出されて床で寝てましたと。どこがだよ。せよ、それは嘘と。もう送っちゃったもんね。
なんか初めて電話使った明治時代の人みたいな反応だな。おい、そろそろ出かけようぜ。おい、そろそろ出かけようぜ。まさか、こんなに明るくなってからうろうろしてたら目立つだろ。おい、まさか追っ手が迫ってきてるんじゃ。だからアン・プリシア女王の勢力さ。忘れてたのかよ。この国の3分の1はバスキア派なんだぜ。このホテルの主人だって。そうだな。無茶言うなよ。結構高いぜ。いや、逃げるならこれ持ってかない。そのままシーツにくるまれて連れてかれるぞ。落ち着けよ。